えー、2023年、えぇ、ー、縦型かな。今横にしてたので、まだ縦型の撮影に切り替えられてる。えー、昨日の晩から何があったか、えー、阪神タイガースの選手の方たちとか、大リーグの方たちとか、えー、あと、警察、えー、総理、内閣国会議員の方たち、しっかりと状況報告しておきますね。ええー 昨日の試合見てもらったら分かると思うんですけども、日本シリーズン。阪ンタイガースの選手、寝不足です。オリックスの選手、寝不足じゃない。これだけで、不利になってます。で、えー、カジノでしょオリックスでしょ山一証券もともと。ね、悪いことしてる方が、優位になってる。で、今も音声、収録、収音できなくなってしまったんですけども、さっきまで、 カラスがずっと自宅の前で泣いてたんですけども、そのカラスも多分サイバー攻撃で、そういう風になってる。大きな声でギャー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 言って。その淡井圭介が寝れないようにしようとして。で、淡井圭介は状況気づいたから、途中から寝ていても勝てる試合エンゼルス一回、あの、いっぱいあったでしょ。あれどうしてるかって言ったら、言葉のワードでちゃんと決めてるんですよ。その時間帯寝てますとか、寝転がってますとか。これなぜ、寝転んでるアンド寝転、 あの、寝てる寝転がってるにしてるかって言ったら、人間が無理やり起こしに来たりしてるから、やっぱり無理、無理なものは無理なんですよ。ずっと寝とくっていうのも。普通の寝方もね。まずだから、昨日の晩自体が、多分、0時45分ぐらいに誰か起こしに来てる。寝てすぐに無理やり起こされてるから。で、その後、あの、二度寝して、その時は睡眠薬は使ってない。で、寝る、眠れてる。で、 えー、今日の朝も、えー、子供とかここの2階の廊下走り回ったり、大人とかも仕掛けできてる。で、昨日の試合自体、阪神タイガス負けてるんですけども、淡いケースがルール守ってる。一日遊んではならないルールだし、で、その、エネルギーの残存量問題に対応するために、あの、パソコンでね、あの、世界に販売するような客を、 え、聞いて、え、歌詞とかも聞いてね、これだったら、まあこういう風にすればまだ売れるかな、どうかなって。だから歌詞に問題がありすぎる内容もいっぱいあるから、で、正直聞きながらね、あの、涙目になってるんですよ。結構な苦行。え、自分の人生を、 ある程度反映されて、ジャンルダルクとかも、あの、歌詞作ったりしていて、ある程度はあの人たちも教わってるんですよ。僕より人人、ああ、年上の人たちだけどグレイとかもそう、あの、うん、まあ、エネルギーの残存量問題とかもそうだし、一回もう、二十歳ぐらいの頃、本当に、あの、フルーツラーパークで勤務してた時、日テレでもう一回放送してるから、その、絶対もう人類こうなりますって、コンピューターが考え出した未来で。 だって人間が浪費ずっとやめないからって。ガソリンとかの、ガスのって。ずっと車売り続けるからって。消費が拡大するからって。これもうどうしようもないっていうことで。で、人間自体が愚かで、で、昨日の試合からで言うと、丸山ダムとか、あの、撮影して帰ってくるとき、いろいろ注意してます。鉄塔の作り方とか。無駄に高くしてる。えー、どの鉄塔も、 大きな手と、ええー、10メートルから15メートルほど余分に高さ上げてる。すべてが高さ下がれば、そこまで上げる必要ないし、そもそも高速道路の上通そうとしないで、高速道路の下を電線通したらいいだけだから、それ撮影してる現場見てもらったらわかります言ってること聞いてもらったら。だから建設業界とか、いろんなところが国からお金たくさん、税金からお金回してもらおうと思って、結局、まあ、電力会社も含めて、 だから、そういう横領行為で無駄に資源を消費して、えー、エネルギーもそうなんだけども、で、そういうような内容まで、あの、帰りにね、えー、歩いて撮影しながら帰ってきて、で、まあ、無駄な公園を作ってるのも、誰が許可出したのっていうことで、えー、まあ、急に、あのー、画面途絶えてますけども、言った瞬間ね、 で、帰ってくるときに、田尾寺駅近辺の一軒家のところから待ち構えていた、えー、僕よりも多分年上だと思われる。まあもしくは、あ顔はっきり見てないかもわからないんですけども、髪の毛染めてるのはわかった。女性二人組、髪の毛染めていて、ホテルマンで行きますとか、わけわかんないこと言ってるんですよ。君たちがホテルマンだったって。 違うでしょって。まだ笑いながら言ってるんですよ。その時点で不正解っていうこと分かってない。警察官も自分が笑いながらもんの言ってる時って違法行為だっていうこと分かっておかないとならない。本当に。もう大体がそう。ね、そんなこと僕は決めることだから、あとフルーツラーパークの面接行ってもう今年落とされてるから。 だから仕事の絶対数が限られていて、余計な仕事でずっとお金回ししてた人たちが一気に当たってるから、横領してた人たちばっかりがいい当たってるんですよ。結局こういう話になる。個人的なところからの横領か、国からの税金での横領かのどちらかになる。で、それバレそうになったらコンピューターがこういうふうに、さっきもね、カラスがずっと鳴いてたんですけども、それまで電波でいろいろ声聞かされてるんですけど、無理やり起こそうとしてくる。起こそうというよりももう起きてるから。 さっきも言ったように子供が、だから学校行くふりして、ここの廊下走り回ってるのを二人以上はいた、絶対に。二階の廊下。で、大人も歩いてる。で、階段とかもやたらと大きな足を立って降りていったりとか、何にもしよう。トータルで10人ぐらいいた。その時点で異常。でもともと、捨てるゴミなんか一人暮らしの人間なんかなかなか出ない。 燃えるゴミとか。たまらへん、たまらへ四45リットルの袋。で、匂いもそんなに出ないから。ビール袋の、その上をね、あの、くくっておけばいいだけだから。で、あと、それは、ベランダに出してある。で、ゴミ箱の中入れてるから、匂いなんかせえへ,へん、せえへん。電波で何か聞こえてきて、自分の その考えてる内容に合わせて都合の良い耳を持った人間が身勝手に判断してる。で、あともう一つ、昨日の試合で気がついたことは負けてしまった余いの中の一つで、僕の方におじとは全然ないでしょあの、阪神タイガースへのメッセージ。今日の朝9時に公開されるように設定しておきましたけども。あのー、だからこの辺の地域を人間がね、 悪さをしていたから、阪神タイガースが負けてしまっている可能性があるんですよ。それ非常に高い。で、以前もこの話になって、それが確定的になった。国会でもで。そういうのに、この辺の奴らはすぐそういう行動をするんでしょ何もかも春山こう、あ春山生骨院を見せつけて、例えばね、建物半分だけ解体たいし、そのままにして置いておくとか、で、建て札置いといて、 違法行為、淡わさんの言ってることの方は本当ですっていうことで、立てで立つとりゃいいんですよ。淡わさんにダメだって言われたら絶対ダメですよって。で兄の第一三配ずに、そいつらが出配する権利なんかないんですよ。春山聖骨院の連中のことだけじゃなくて、遠征組のことも知ってるから、この辺の、えー、アパート、えー、賃貸のところ借りて、 熊本ナンバーとか、鹿児島ナンバーとか、山口県ナンバーとか、いろんなナンバーもうあっちこっちから来てるから。もう何話ナンバーとかもうきりないから、本当に。もう日本全国はっきり言って。もう高校野球なのか、バレーボールなのか。だかメダルとか取れ始めたらみんなもうお金のことで頭なんかいっぱいになるでしょう。人として間違えてる。で、 そういう行動に至り始めた人間で共通して言えることは髪の毛染め始める。違法行為。違法行為がもう慣れてしまってるから。で、一応、だから、これな、なぜ僕寝転びながら撮影してるかって言ったら、寝てるか寝転んでる状態にしておきますと、あと、スポーツの勝ち負けから淡いケースを軸として外したらいいっていうこと言ってます。 物事が逆になるから。ね。悪さしてる連中が悪いんだから、淡井圭介に声かけてきた人間を、ね、電波で見たらわかるんだから、淡井圭介の行動で。昨日もあの、丸山ダムの撮影しに行って、帰ってくる時の、えー、急な坂を降りていくところ、 パトカーとすれ違ってるから、あれ前も同じパターン。だから僕の行動って政府がずっと監視してるから、それだったらどこの誰が淡井圭介にえごちゃごちゃ言ってきてるか、足音とかで無理やり起こそうとしてるか分かってるんだから、そいつの罰金刑で払わせたゃいいじゃない。淡井圭介の口座にお金振り込まなきゃ。で、それで政府がしないか、コンピューターがずっと誤作動してるんですよ。本当に。 で、普通に負けたら、阪神タイガースの4連勝で終わり。山市証券だったんだから。で、オリックスもお金払ってなかったんだ、川上圭介に。旧山市証券の流れがあって、阪神淡路大震災があって、ね、僕は小学生の頃からの話と中学生の頃からの話で、ジョジョの奇妙な冒険の話とかで、それわかるでしょって。戦国夫婦とか戦国夫婦の人、 うんまあ、プレイヤーの人たちのところでも言ってるし、あのまあ、一応、ある程度の笑い話が混ざってるから、今日は笑ってないですよ、まだ。であと試合の時間中も絶対笑わないから、僕。ほぼほぼ99、99%ぐらいの確率で。うーん だからマウンド降りた後とかも正直、笑ってる人間っていうのは足引っ張ってしまってるのが、もう結果としてはっきりと出てるから、証拠を抑さえていたでしょで、抵抗力がなくなってるんですよ、睡眠不足だから、阪神タイガースの選手。 でしょ睡眠時間まで埋まってそこまでして、えげつない勝し方したいのっていうこと。で、最後は、大山選手に、青江啓介の頭の中はしっかりといかなかった。こっちは組み上げて言ってるのに、言葉を出してるのに。だから、エシュロンというふ、とか、富岳とかは、政府の都合の意い,いように物事回るように設定されていたっていうことになるんですよ。人間の音声を拾っている、 その後のコンピューターの聞こえてくる内容ね。それよりも淡井圭介の証言の方を優先した方がいいっていうことで、それで動いてしまう警察官とかも結局ダメなんですよ。淡井圭介のこの毎日毎日上げてくる大量の情報量を受け止めて物事精査しないとっていうこと分かってないと。今の話でメモをどれぐらいしな,かしなきゃならないか分かるでしょ 1,2,3,4で、まず番号を振り分けるんです。で、その電波で小林真矢とかの声でごちゃ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 言われてきたりとか、警察官とかで、淡井啓介に対して余計なことを言ってきた警察官とか、だから調子温んとか聞いてきた警察官、だから調子温んなんか警察官が聞くようなことじゃないから、自分の職務として。 で、本当に建物撮影とか、あの、するなって言ってた警察官はもう警察官を下ろしちゃえ。で、その発言権は意味がないっていうことで、あの、裁判所に企却しといて、すでに公開しちゃえ。もともとテレビの放送しと、ちゃんと判例込みで、建物の撮影は大丈夫だって。それなかったら、老朽化した建物ほったらかしになってるから、本当に。で、ある程度の考え方で、 その老朽化した建物をほったらかしに今のところはしておかなければならないっていう考え方の人たちも存在します。これは一応僕も言ったんですけれども、あの、木材が大量に出てくるでしょう。だから、かまど発電とかをまず学校に設置して、このあたりだったら、ええ唐戸台の、ええー、神戸北高校。一応そこは野球部とかもあるし、運動部もあるから、 あと、まあ、サンダで言ったら、サンダ学園とか。だから、老朽化した建物、解体したら大量の木材が出てくるから、それでもかまど発電できるのと、あと、竹やぶも撮影してます。55番の、あのー、かまど発電のとこ、そこデータ増えていくから、いろんな地点撮影して。枯れてる竹が多いから、それを、えー、かまど発電に利用するでしょ。そうしたら、あと、色変わってきてる竹とかも切って、で、青い竹の、 とところが養分を光とか、ね、水とか吸い上げて成長して根っこのところから新しい竹、竹の子が生えてくるんです。それが成長して竹になってるからあのわざわざ植林とかしなくてもそこで無限的にずっと窯田発電用の,あの枯れる竹とかが採取できるんですよ。葉を作らなかったら負け、人類の。それで発電しなかったら火力発電とか。 ガスとか使ってるじゃないガスがもう残り49年分なんですよ、世界的に。技術的に採掘可能な予想量、メタンハイドレート込み。上手のええことばっかり言って、あのー、話、空肢を使ってきている人間は多すぎる。日本の100年分のガス分に相当するとか、メタンハイドレート。それ日本だけで見てるから。で、そんな早いペースで採掘できない。数パーセントしか、 採掘してないから、メタンハイドレートも。日本のガスの使用量の。無理、無理じゃない。その、掘っていって採掘してるんだから。そういうことを警察官の人たちが、淡井圭介の喋ってる内容を優先,優先して受け入れようとしないんでしょ見ないから。勉強サボってるから。有給休,休暇の日ぐらい、丸一日使って、で、聞かないと。で、日々、 一、二時間自主勉強。それはテレビを見ることじゃない。淡いケースが喋ってる内容。それでこの地域をどうするか、検察業界をどう抑え込むか、それ考えなきゃならない。で、検察、元警察官が検察業界っていうのも知ってるから。だから、横領による横領事件を警察と組んでしまって、で、精神病院に何人も連れて行ってるでしょ。大したことない理由で。 で、医療業界の人間が金儲けしてるんですけども、医者が元警察官とか公務員だったっていうケースがある。もともと僕が30歳ぐらいの頃、神戸市北区の、えー、区役所、北区役所、通蘭台の駅の近く、あそこで淡井圭介に1時間ぐらい暴言を言ってきた、えー、公務員の人いました。その人を訴えました。 大阪の高等裁判所でも訴訟費用の救助申請通って裁判開かれました。えー、裁判官は段階さんです。もうその人は引退されてると思います。まあもうご老体の方でしたから、普通に考えて、もうあれから15年以上経過してるから、その時諸部は株式会社も訴えてるんですけども、 その時の店長とか、ええー、その翌年の、えー、課長も、ええー、警察官で、両方とも労働基準法違反。一月、週6日の勤務で、一月3百何十時間の労働時間。運輸業でそれさせているから。力仕事なのに。あと、普通の運輸業でも、絶対なんだ3百何十時間も一月働かせたら。無理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 。一人暮らしの人なんか、自分で選択して食事と、 ね、用意して掃除もしなきゃなんないんだから、家の中。無理じゃない絶対眠り運転になるでしょうそれ警察官がさせてしまったんだから。なあ、警察官が慌てて次々次隠蔽していくるでしょそれ呪いとか自分の方に体の方に来たんだったら、それ甘んじて受け入れないと。淡い啓介にいろいろ言われて。体が震え出したりとか。 総理とかもそれ耐えてるから、テレビのカメラの前に出て、記者会見してるとき。自分たちのしてきたことだからっていうことで、ね、そこで潔の良い人間かどうか分かるから、もうこれだけ証言がはっきり出てきてきて、で病院行っても、調べれるんだから、実際にい井ー介を入院させたかどうかで。医者もそれで金稼ぎしてるでしょ。で、あと、その神戸北区役所のい井ー介に訴えられた人も、 宝塚三羅病院の医者になってる。だから横領に次ぐ横領だから、だからもうこの世の中自体みんな、あの、本当に考え直さなきゃならない。2003年から個人情報、方法とか出来上がって、それもともとエネルギーの残存量問題で先進諸国全て滅びるっていう結論になるから、金属加工とかできなくなるでしょ、運搬とか。水道管とか、昨日撮影したその丸山ダムのところでね、 アップロードは昨日の日にアップロードされているか着信設定してないとわからない。はっきり言って。着信設定しれば、淡井圭介さんがどんなデータをアップロードしたかっていうのは見える、見れるから。で、まあ、笑う人は笑うでしょうけども、だから、多分今日朝の9時ぐらいから、 え、試合してるメジャーリーグはね。で、影響を与えてるから、だからその、寝てるか寝転んでるかにしておくっていうことを家の中で発言してるから、その音声も拾ってるはずだから、エシロンとか。で、僕は約束守ってる。寝転んでる。で、正直、だから試合終わるまでだから3時間ぐらい無駄な時間、ずっと過ごすことになる。で、あと、 これ昔は、ね、そのバリー・ボーンズさんの73本塁打、あれ、淡井圭介の頭の中とか使ってるんですよ。で、この地域の人間が横領して、そこの,あの、えー、田尾寺駅から西宮北インターチェンジへのところの、あの交差点のところに、まず、あのー、子供用品店、ベビー用品店、あのー、があるでしょ。あの隣かな。 に、ええー、ボンズっていう飲食店が2002年の頃にはもう出来上がってた。バリー・ボンズさんが73本類出した、もうその後すぐに、そのお金を淡井啓介に与えないで、誰かを身勝手に横領して、飲食店でボンズっていう店を誰かが作った。だこの辺の地域の人間自体が、もう巨大な横領組織になってるんですよ。医者。 建設業界、警察官、一般人含めて。もう仕事の絶対数とか見たらわかるから、正直大きな家建ててる人はアウトだし、そんなに自分がお金もらうぐらいだったら、またの人間を走り回って頑張ってるんだから、その人たちにちゃんとお金回しなさいよっていう話になるから、でそんなに仕事自体もないし、 で、働いてる人間も、あの、仕事間違えたら、それなりに、あの、商用の額減らしたりとか、基本給のアップは、えー、あるかないかとかの話にどうしてもなるから、で、あと商業権利もあるから、基本給上げれない、ボーナスもない、えー、こんな飲食店ではっていう話になります、本当に。それが現実だから、 だからね、あのー、大学生を馬鹿にしてるんじゃなくて、あのー、大学いらないって言ってるのは、大学を作ったら作ったりそれ税金であって、で、結局、正直ね、学校の先生が稼ぐために大学あるようなものにやってるから、あと、法律業界とかまで住んだ人間、あと、昨日の阪神タイガースの試合も正直違和感あった、槙原さんとか出てたでしょ、巨人の。無理やりオリックスの家庭。 るような仕組みで来てません。だってあなたももともと巨人じゃない。で、法映服着たところ見たことあったよ。で、法律業界も仕事サボってることばこう、知ってるからもう見た、見たでしょ僕が上げてる、ホームページ上げてる内容。規約したでしょ法律名と第何条に当てはまって、どういう要件を求めてきてるかって。要件なんか求めてきてる内容書いと。 わからんのだったら自分で書類作ったらいいの。淡いんが求めてきてる内容。あ、この文章でこれだな、あれだなって。仕事怠ける連中ばっかり。で、そういう人に限って高級栄養としてる。法律名なんか書いと。手書きでもプラスして。国家賠償法とかも。317番に書いてる 法律第何条第何条って、あれさらに文章いりますそんなことしてたら、切りないよ。あんたたち六法全書持ってるじゃないって。その話の一言で終わりよ。それどこか現行法規と現代日本法規と大阪の高等裁判所は判例の図書館あるから、それ司法修習生以上の人じゃないと見れないっていう不平等な内容になってる。法のもとに平等、あなたたちが守ってないじゃない。 ね。法律名とか、第何条とか求めちゃダメなの。原告に。相場があるから、慰謝料とかの。損害賠償の。求める必要がないの。それは国会議員の人たちに言って、安倍政権の頃に、安倍さんとかも CI だったから、ね。法律で裁判官が最終的に判断するっていうことになってるんだから、 原告に判断、あの、いや、だから原告が、あの、判決を下せるわけじゃないから、相場も裁判官しかわからないから、はっきり言って。書記官とかそういう人たち、司法書士予以上の人しか。時間的にも、交通費的にも、司法書士官に判例の図書館があるから、って、そんなこと言い出すんだったら、ここの近くの、ね、 昔、北新ビルにあった図書館。今は、エコール・リラの方に図書館があるけども、もういろんな店出したって、どうせ閉店しなきゃならなくなるから、ね、破産法とか通されて裁判所で。法律でそうなってます。国会じゃありません。裁判所です。破産と、破産法が通るかどうか。通されたら通されたらみんなの税金で、結局、店作って、えー、オーナー気分で、あんたが金稼ぎしてたんでしょって。 何甘いこと言ってるのって。逆じゃないって。あなたが悪いことしたんでしょうって。なんで、まったく働いている人たちよりも高い時間給でお金もらえるんですって。時間給で計算するから、月給は。役員報酬とかも同じ。給与の算定表から離れたらダメなの。結論出てるから。たくさん売り上げ出た余剰金として持っておくしかないって。それでも解雇は発生するんだから。 じゃあ、そこのエコールイラの今ある図書館に判例並べなきゃダメじゃないけど、それしたところで、やっぱり不平等になる。この辺に住んでる人しか歩いて見に行けないでしょ交通費かかっちゃうじゃないそれ以外の人。そんなに何回も何回も、ね、原告の人に弁護士つけてあげなくて、国が、裁判官が、もう隠蔽しようとしてるの丸見えじゃない裁判官が。警察官カバーをとしたのか、 医者かばおうとしたのか、もともと裁判官とかもおろされて、医者にされた人間とかもいたんでしょで、スポーツ業界もこれだけ横領してしまってるんだから、エネルギー無駄遣いと合わせ技で。第一次世界大戦自体がエネルギーの奪い合いで始まっていて、第一次世界大戦も本当はそうだから。その間の戦争もそうだから。領土を、ね、支配して他国を。 で資源のししようとしたんだからどこの国も。世界中どこの国も当てはまるからほとんどの国が。被害者の国はインドネシアとかフィリピンとかそういう国。発展途上国だった国。先に文明が発達したところが力による略奪をしてたんだから。ね。国連条項で軍事費の縮小は書かれてるでしょ 守ってないところが西側諸国だったんだから。ロシアは軍事費どずっと抑えてきたんですよ。逆のことテレビで放送してるじゃない。フェイクニュースでウクライナとロシアの戦争なんか持ち出して。あれ何十年前の話なんです。僕は生まれてくる前の話でしょうで、パレスチナとイスラエルの話も、あれ本当のところ何年前の話ですある意味ね、 アメリカのしたことで、世界中アメリカのこと怖くなったんですよ。科学の世界も含めて、電波の世界も含めて。特に電波の世界まで知ったとき。原発2発本当に投下したでしょあれ、一方の人として人格破綻者にならなかったらあんなことできないから。だって、日本の海軍をミッドウェイの海戦とかで打ち負かしてるんだから、海軍力ないんだから、 ね。もう自分たち攻めて来られることないじゃないアメリカって。で、今アメリカの人たちと喧嘩しようとしてるんじゃなくて、これ、言える人間ってアメリカとの友好関係を訴えてきて、で、アメリカとの友好関係を進めてきて、ある程度知名度ある人間じゃなかった。これ、言い出すの危険だから。アメリカの人たちの理解とかも持っていてもらわなかったら、淡井すけのこと。 淡井圭介に対して反感持っちゃうでしょ大量の人は。それ危険だから、ものすごく。特に働いている人で。アメリカとの繋がっている外資の人たちが、あの、日本人のその子で勤めている人たちは今度身勝手に動き始めるから。僕に絡んできたりとかで。僕からしたら喧嘩売られている方。 で、えー、日本中重炭爆撃したでしょで、それも今は国際条約で禁止されてるんです。一般人とかものすごく巻き添えにするから。上の方の人たちが、ね、お金持って車買ったりとかして贅沢な生活したかったんでしょって。で、上の方の人たちでお互いにしたし争りでしょって。 末端の人たち、どこに罪があるんですって。無理やり戦争に借り出されて、上の人たちが最前線に立ってるんじゃないじゃない。若い人たちとか最前線に立つされてるじゃないって。で、殺されてるんですよ、現地で。攻めてるのは日本ですけどね。だから日本が悪いでいいです。僕もそれで受け入れます。だからアメリカの方には言いました。真珠湾攻撃先に仕掛けたのは日本です。日本に火がありますって。すいませんでしたって。 中国の皆さんにもすいませんでしたって。満州国とか身勝手に作って申し訳ございませんでしたって僕は中国の人たちに向け,向けてメッセージを送ってます。三国志の時代とか知ってるから。まあ、作り話なのは作り話ですけども重要なのはあの満州国に中国の人たちが住んでたかどうかの話が重要なんです。だからそこはもともと中国の領土だからそんなところに日本人が領土なんか作り行っちゃダメなんです。 試練求めて。無くちゃなことしたから、日本も。それもと辿った関東軍。関東、東京。で、今、関西と、ね。電波。カジノ、万博。国。オリックス。話おかしいって。逆やって。国とかは負けなあかんって。 なぜ昨日も一日遊ばなくて、丸一日。で、えー、そういう丸山ダムとか撮影しに行って、河川水門開式ダム発電とかで自然再生可能エギーを頑張って作ろうとしてる人間がいるのに、なぜ帰り絡んでくる連中がいるんですで、そいつはまたヘラヘラ笑っていて、やっぱり髪の毛染めてるから。言ってるじゃない。海洋気温法違反だって髪の毛染めてたら。 もう指摘されたんだから髪の毛染めるのやめなきゃ。やめる根性がないんでしょその時点でもう真面目じゃないんですよ。そういう人たちは上の世界に関わってきちゃダメなの。で、そういう人に限って一軒家買ってるから。悪いことして横領しているからヤンキー化してるんですよ。ヤンキー化してるから髪の毛染めてるんですよ。不良が髪の毛染めるんで昔から話一致してる。 無理だから髪の毛染めてる人なんか警察官務まらない黒色に染めるもなしだから白髪の髪の毛を見てああご苦労されてきたんですねっていう話があるから成り立つんですよ世の中で本当に商業原理の話からでいくと2003年に個人情報保護法が出来上がって人減りしてが始まって 極端な少子化になってるでしょ逆三角形で生まれてくる人たち。年々低下してるから。ほとんどの年が。で、日本、日本人1億2000万人いないから、本当は。家の件数数,数えた方が早いから。週は株式会社のし仕事で、ね、チラシ、ビラを投函してきたから、どの辺の地域が何枚ビラいる,いるか、それわかってるから。 で、サンダシとかだったら、ウッディタウンとフラワータウン、えー、2000年の頃、えー、巡回していた、僕じゃないけども、じ別の人が巡回していたけども、巡回できるスペースとか範囲とかが限られてくるから、ビラ何枚かとか、もうわかってるから。上井沢のあたりがどれぐらいか、友川丘のところがどれぐらいか、辻川丘のところがどれぐらいかって。もうサンダシのところ、件数が、集合住宅も一軒一軒を、 1軒として、ビル全体は1棟ですよ。そこに100軒入,入ってるのか、200軒入ってるのか、200軒はなかなかない、本当に。1万軒あるかどうかは分からないんだから、そこから空き家引くから。それプラス僕みたいに一人暮らしの人がいる、ね。 極端な少子化のところで結婚出産にたどり着けてる人が今3分の1以下なんだから。じゃあ一人暮らしの人たち増えるじゃない人口10万人って三子が発表してるんですけども、家1万件あるかどうかの世界で、どうやって10万人いるんですこれなぜそういう風になってるか警察官の人たちとか公務員の人たちとか医者の人たち分かってます第二次世界大戦。10代の人たちまで戦場に駆り出されてたでしょ 帰ってこれない。生き残れたとしても。現地。で、もう人生終わってる。普通100歳以上まで生きてない。で、テレビ局の放送してる人たちは、大卒そこそこでアナウンサーとかで出てくるでしょで社会、社会のこととか世間知らずだから、そういうこと知らないから、100歳以上の人が今、8万人以上とか9万人以上とか、も、ま、う、あ、絶対少なく見積もっても 7, 7万人以上のデータはある。いるわけないから。 もういないのその人たちほとんど。で、老人ホームでも働きに行ったかわかる ?100 歳以上の人なんかいなかったから。全員もう、ね、車椅子か杖ついて、もう杖ついてる人も、もうギリギリ杖ついて歩けてる状態。ベッドから抱き抱えて車椅子に乗せてあげて、お手洗いとか連れて行ってあげな、ダメなの。 で、100歳以上の人なんかいない。いなかった。そこの桃源郷っていうところでは。で、そこの働いている人の人にも、他の老人ホームとかつてありますかって100歳以上の人いましたかって。いや、そんな話聞いたことないって。見たことないって。言ってる。もっと無茶苦茶なニュースとかでは、130歳のめでたい人がいるとか、 違う違う、その人の死亡届けとか知らないだけ。他国で死んだ人の死亡届けのデータなんか日本に来てないだけ。だって受付の人が他国の人は分からないんだから。その人が日本人なのか、中国人なのか、台湾人なのか、分からないから。大臣 <laughs> 世界大戦の頃、むちゃくちゃだったじゃない日本自体が絨毯爆撃されて、 データとかが無くなってるんだから。それも昔は手書きのデータだから、追いつくわけないですって、そんなもの、人間で。もう一回パソコンを普及させて、区役所とかに、市役所とかに。で、データ入力し直しでしょもうその時点でもうみんな無理あるっていうこと分かってるから。 だから、三田市と、三田市10万人どころか、多分昔、1970年代ぐらいの頃が、まあ人口3万人ぐらいだったらしいですよ。インターネットでいろんなデータあるから、どれが本当かわからない。多分人口横ばい。で、今はもう人口減っていってる方。だって高校の数見たらわかるじゃない 北雪三だと三田学園同じだから。じゃあ三田市に高校の数って3つぐらいしかありませんでしょそれぐらいでしょだ本当に今3万人いるかどうかわからない。本当のところ。だ神戸市北区も家の件数がだいたい5万件ぐらいで合ってるから。 いろんなところ一応数多く見積もって、それ算出してるから、この間ホームページに書き込んでる内容。各地域出してる。唐戸台、唐戸町がどれぐらいでって、藤原台がどれぐらいでって、北町、南町含めてって、北新清和題があって、鹿野古台があって、神津台があって、大御町があって。他にも名称全部出してる。緑町がとか、青葉台が、 木の峰が、松ヶ江町が、山田町が、清鳥台が、君影町が、鈴蘭台、北町、南町が、中里町が、他にも名称出してます。もう見たらわかる。抜けてない。 大体のところを踏まえて物事を見てもら,ったらいたいんです。最悪5万件ないですよ。じゃあ二十何万人いるわけないじゃないですか。そこから空き家引くんだから。で、警察官に限って、分かってない警察官が国がしっかりと管理してるからって平気言い出すんですよ。この間建物を撮影してた時にね。一般人の人間で、その、 なんで建物を撮影してんねんとか、そいつら待ち伏せで集団で集まってるから、誰かはバレたら困る連中が集まってきたんでしょどうせ。原山生物にリハイしてたから。で、そこも警察官と組んでしまってるから、ただ,ただひたすら自分たちで自分たちの首締めてる方。 だって10年後にガスの輸入なんかあるかどうか分かんないんだから。49年分なんですよ。世界的に採掘家の埋蔵量。もう一度言いますよ。日本のメタンハイドレート込みだから。輸入止まったら、日本の,のメタンハイドレートなんか数パーセントしかガスとして出回らないんだから。無理じゃない。ガス止まるよ。ほとんどのところ。あなたたちがしてることは邪魔しかしてないの。 スポーツ業界も、ね。淡井さんの喋ってる内容、優先して受け入れますって言ったらいいじゃない、試合前に。みんなの前で。証拠の映像を押さえて。そうすれば正しい社会が出来上がるんだから。誰も助けてくれないよ。 だって僕だって助けてもらったことないもの精神病院の医者にエネルギーの残存量問題の話とかもしたよ。だけども謝罪の一本も、一本の電話も警察官からもないから。行方来られまして終わり。公務員も同じ。 でそれで精神病院の医者なんかさせてどうすんのますます隠蔽がひどくなるじゃない。金稼ぎしようとするんだから。でね、その、今年金をもらってる人でね、厚生年金と国民年金合わせて、他の年金も合わせて、1月15万円以上もらってる男性が50%いるかどうかなんですよ。 1>, 1月15万円以上の。だそれだけたくさんお金かけてないと無理なんですよ。そこまでたどり着かないんですよ。で、女性が一番多い層が1月9万円の層が一番多い層なんです。じゃあ生活保護と変わらないじゃないって。だ余計な仕事作ったらエネルギーが消費されるでしょ。建物を建設するから。金属加工もそれでエネルギー消費されてるから。 だ、いる仕事といらない仕事をしっかりと分けて、もう生活保護でもいいんだ、これで楽になれるんだってかったんですよ。スポーツ増やしたら余計エネルギー消費されるでしょだからも、将原理で良かったんですよ。あなたたちそれ商売として成り立ってますって、体育館とか自分たちで立ってたとしてって。無理でしょって。最初から卓球とかで金稼ぎ無理だから。稼げ、今、まだコンピューターが。 コンっていう音で攻撃してきたんだけども、コンピューターの世界はこれ、1円でも金稼ぎができた、できてるなんですよ。自分たちの労働力と、ね、集客力だけでどうにかできますかって。できないでしょテレビ局は、テレビ局から流れてくる放映権料は、それは君たちの労働力じゃないから。ただただそれ輸着なの。スポーツ振興法による。 もう今は生きていない国会議員の人たちが作った法律はスポーツ振興法いらないから。その法律自体。その方が早い。それで頑張って力仕事頑張りますよっていう人たちが給与を得られる。それで良かったんですよ。その延長線上でプライベートの時間帯、卓球の試合とかに出てみようかな。これで良かったんです。 バレーボールもそう。バスケットボールもそう。そこはもう全部無理だから、サッカーも。スタジアムの建設費用を伝えた。ホームページ、淡いケースルの利益を48番に記載してる。オリンピックの開催で1兆円以上使われてるから。総合運動公演課で、日本中。県、都道府県とかは総合運動公園を行う、総合運動公園を作って、さらに市とかでも作ってしまった方。人口多いところ。 で、正直、相撲の世界も僕は認められない。横綱の人が、え、年収3000万円以上とか、2000万円以上とか。無理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 、もう1000万円もあったら十分なんだから。横綱で。国会議員の人たち自体がすぐにもうほとんどの人は大臣とかってもう起訴されてるから。無理だからもうこれだけ法律で違法行為に引っかかることがこんなにたくさんくっついてきて、 大臣にあげられたらみんなに訴えられるじゃない。昨日のニュース見ました副大臣。あの人も昔のニュースの人じゃありませんでしたっけ柿なんとかっていう人。法務、法務大臣の副大臣。まあ、法務副大臣。正しく言うと。わからない政府の実態が。 コンピューターで電波で攻撃されてる国が悪い。設定の仕方が悪い。これでいいんです。理科学研究所国なんだから。税金で作られてるんだから。行政の持ち物なんだから。理科学研究所はスーパーコンピューター系富岳を所有してたんだから。から政府が悪いでずっと話し最初から最後まで合ってるんです。で、岸田さんを責められたら困るんです。 その人は外務大臣として世界中の政府とパイプを繋いできて、岸田さんも言ってるから、俺も本当は万博もいらないって思ってる方って。当然カジノなんかいらないって思ってる人ですよ。その人下ろしちゃダメじゃない。支持率上げないと。誰が支持率下げてんのって。淡井啓介と岸田総理との関係を切り離して癒着され、していたことを、 法廷に挙げられて、罰せられたら困る連中が支持率上げてたんでしょもうはっきりわかるじゃないこんなこと。無駄よ。次総理選ばれる人って、淡井圭介と会ったことのある人、喋って、ちゃんと会ったっていうのあって、いろんなこと話し合いしたいことある人よ。そういう人しか総理に選ばれないから。上と下からのサンドイッチで全員片っ端から潰していくから。 で、もう世の中お金じゃないのさっきの年金の、あのー、支給される金額聞いたらもうわかるでしょ今め、年金もらってる人がその状態なんだから、2003年に個人情報保護が出来上がって、極端な少子化が一気に始まって、ね、若い人たちがいないんだから、お金出せ回るんです。店をオープンさせて。 最初から無理ですって国家賠償法で何とかなるって考えてる人たちだったんでしょう無理だから。生活保護のまま働いてお金返済してくださいね。もしくは生活保護のままもう諦めてくださいねって言われるの。どちらか。でももう生活保護のまま諦めてって言われた方がいいと思う。で、その代わり、月々罰金払ってねって。節約生活頑張りなって。淡井健介さんみたいにって。あの人まだお風呂炊いてないよって。 8月9月なんかは全部水のシャワーよ。湯なんか使ってない。ガス消費されるから。食べ物はしょうがない。ガス使うのは絶対無理だから。けど9月あんなに暑かったんだから、みんな暑い暑いって汗流してたじゃない。エアコン使わないで水浴びたらいいんだよ。簡単じゃない知恵凝らしたら。それで涼しくなるんだから。 だからできることを最善を尽くすで、今は脱衣所をストーブ使ってます。それじゃエネルギー消費してるじゃないって考える人いるんでしょ風呂沸かすよりマシ。160リットルも湯沸かすんですよ。ガスどれぐらい使ってるかわかるじゃない。そんなもうお風呂場5分、10分ストーブつけてるだけで、エネルギーの消費どちらの方が低いかわかるじゃない。 無理なくそうしたらいいんだよ。そうしたらストレスとかたまらないから。あ、簡単だったってわかるから。冬場だったら脱衣所を温めるとき、ストーブ2台持ってる人は2台使ったり、その方が早く温まるから、エネルギーの消費量少ない。1000ワットのストーブ1台だったら脱衣所。なかなか冬場、真冬場温まらない。15分くらいかかる。それだったら。 それだったら、ストーブ2台使って、僕は 1000W と 800W の、もう両方ともあんまり、あの、なかなか温まない、大したことないストーブ。それに2台使って、5分で温める。計算者はわかる。1000W15 分だったら 3000W 使ってる。まあ本当は1秒間で 1000W なのかもしれないけども、まあわかりやすく言うと、 5分で1800と15分で3000ワット。どちらの方が消費してないかわかるでしょうだこういう正しいことを賢くあの伝えてくれる人は貴重な人で、自分の財布の中身も、ね、助かるじゃない。水道代とガス代が、ね、フル沸かさなかった年間で数万円変わるんだから。一人暮らしでも。 答え考えたんだの最初から。無理しないで賢く、ね、生活できる方法あるんだから。僕は水道料金とか貼り出してるじゃん自分のホームページ。2000円台。誘張ってない証拠。1回言う張った160リットルも使うんだから、水道代全然変わってくる。 お風呂炊くかは炊かないかで。風呂炊かんかったらえだけ。シャワーで出して水の量なんか大したことないから。で、ガスも消費されない、エネルギーもね、消費されないっていうことになるんですよ、あんまり。で、この話を聞いた時に、 大リーグの人たちとかも、うん、こういうことを理解してもらった方がいいし、アメリカの人たちの労働者の人たちが自分の息子とね、あの、何かデモとかで、抗、えー、論、集まって集会で、お前も将来俺みたいになるんだっていうことを、えー、大声で言ってるんですよ。でえー、その息子さんがどういうふうに怒鳴、えー、り返してたかあ、えー、覚えてないですけども、 仕事の数減らさなかったら、最初から無理なんだから。人工少子化始まってるんだから、だいぶ前から。で、自動化も進んでるんだから、あと、いらない仕事がいっぱいあったんだから、だから精神病院の医者とか、医薬品業界、いらない薬いっぱい作ってたんだから。咳止めの薬なんかみんな飲みます飲まないでしょ 意味ないってどうせ。その辺の草とか雑草とかから、ね、植物から作ってるものを飲んで、なんで咳止まんのって。考えたらわかるじゃないって。下熱剤とか実際自分が飲んでみて効力あったものは認めたらいいの。で、正直下痢止めも、あれ飲んでも多分もともと変わらないんだと思う。自分が下痢した時に、 何にも飲まなくても、ある一定の時間が経過したら、下痢止まるでしょうその時に薬を飲んでしまった人、下痢止めを飲んでしまった人が、あ、下痢が収まったで勘違いして、この薬効力あるって思っちゃったんじゃないの下剤はもともと腐ったものを混ぜ込んでる。で、お腹下してる。あんまり大したことしてない薬品業界って。 ただ痛み止めとかは絶対必要だと思う。手術の時とか。あんなもん痛み止めなしで、そんなもん皮膚切開してなんか耐えられへん、そんなもん。絶対無理。それこそ全身、怖すぎるから全身麻酔してくださいの方。歯医者とかは極部麻酔で進められるでしょ。だから自分が切り裂かれる感覚わかるでしょ。歯医者って。歯茎のところ。 歯抜いたりすると。歯茎切るから。痛い。麻酔してても痛いものは痛い。軽減されてる、ある程度。で、とりあえず、うん、どうしようかなって、その、 レンジャーズのその速報とか今見てみようかなとは思ったりはするんですけども、見たら見たで、そこは試合の内容をが変わってるのは大リーグも日本のプロ野球業界も同じ。良い方向に転ぶ時もあるし、ほぼほぼ見た時に、なんていうこと一回一回一日で食いられてるから、言葉のワードを毎日組み上げなきゃなんない。もういいじゃない、YouTube で言ってきた内容すべてで。 で事の良し悪し分かるでしょ、はあ、何理由分からないの裁判所が切ってな代とか求めてくるところ こんなみんな訴訟費用の救助申請使ったらいいじゃないって。その年金の給付額までみんなたどり着かないんだから、だってね、あのー、一軒家仮に買ったとして、2700万円ぐらいの一軒家で月々7万ちょっとの返済でしょ大体いいそれぐらいじゃないですか、40年ローンで。40年ローンっていうことは、20歳ぐらいで結婚して、ね、結婚しなかったら住むとこ決まらないんだから、 20歳で結婚できる人間なんかまずいませんって。そんなに早く結婚相手決めれる人って。っていうのは選んでるんじゃなくて、その人が今付き合ってる人が大学行ってるから大学卒業するまで待ってねって平気で言い出す女とかいるんだから。だから女性がもともと大学行かなかったらよかっただけ。で、男性も大学ほとんどいらないから。意味ないから。ほとんどの仕事、大学。 どちらかというと仕事場で働いて実感持つ方みんな。働いてみなきゃわからないから。学校で文字を、文字であれこれあれこれ教わったところで自分で金属加工とかしなかったらわからないじゃない。いろんな機器扱うんだから、それから。いろんな機器のことについての説明なんか、学校でね、 あの、そういう機器を実際見せて扱って、それで分かる方なんだから。だから仕事場の現場に行ったら、コロ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 、あの、技術の発達で機器が変わるんだから。家電製品とかもそうなんだから。ない基盤が変わってるんですよ。基盤。あの、テレビとか、まあ、冷蔵庫もちょっとした基盤が入ってる。洗濯機も基盤が入ってる。それでコントロールしてるんだから。 それもコロ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 変える、変えるから、その、メーカーのね、開発部の人たちが自分たちの給料欲しいから、もういいじゃない、今までの洗濯機で。何がダメなのって。だから僕、シャープエンジニアリングで働いていたから、そんなに図面コロ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 変えられて、まあ基べあの、基盤も含めてね、図面なんですよ。図面で描かれてるから。 無駄なことばっかりしてる。薄型テレビは分かりますよ。ただ自分で持ったら分かる。重たい。ちょっと軽くなってるだけ。ただし、ブラウン管よりも長持ちしてる。だからそこは素晴らしい。もう、2007年くらいに今のテレビ購入したんですけども、 まだ使用できてる。だから密閉率とかは良かったんだと思いますよ。湿気とか入らないから、なかなか。あと、LED とブラウン管の違い。だから、言ってみれば、まあ液晶テレビみたいなもの、わかりやすく言うと。液晶テレビを発達させたものが、まあ LED みたいな考え方でいいんだと思いますよ。 ね、なかなか壊れないんだから修理も別に売り上げ上がらないし新しく生産するのも減るでしょだからそれで良かったんですよそれだけエネルギーの消耗少なくなるからガスとか電気あの電気発電できなかったり、ね、家のコンロとか使えなくなった時どうなるか考えてみたことありますかっていうことを26年前から言ってる。 で僕も間でそれ忘れちゃった。長時間労働とかさせられて。でそういうこと分からない人に長い間なってたから、何年間も。だからアメリカのメジャーリーグに、西海岸や、西地区、中地区、東地区で、 6球団ずつにしてほしいっていうことを要請してるんですよ。で、西地区は西地区だけで試合、中地区は中地区だけで試合、えー、東地区は東地区でだけで試合、そうじゃなかった。横の往来。飛行機、飛び回りすぎ。無駄な移動の距離。そうじゃない。季節に合わせて南から北へ巡業。夏場の時は北の方で試合して、で、また夏終わったら南の方に下ってくる。それから、 何でしたっけアメリカの方だったら、そのワールドシリーズ前の、お前、あそう、プレーオフ。だから、正直、プレーオフ、何球団でしますやっぱり8位、8位、9段でします, 8? 8? しますそれぐらいの方がやっぱりいいです。 だもう無理だもの無理だから、もうみんな協力してくれなかったら無理だから。で、本当に年収1億円以上稼いでる人って今いるんですかいたらとんでもない横領罪ですよ。無理だから。給与の算定表通り。自分の取り分。みんなで頑張ってきた会社なんだから。そういうところか、あなたたち役員が人をね、切り捨ててきたんでしょ解雇して。どちらかって言うと悪人じゃない どんな顔してそんな金額を得ようとしてるので一応これ言ってますけども、本当にそんな人間いるのかどうかわかんない。年収1億円以上の人なんか。だってテレビでずっと嘘放送してるでしょ だから、プロ野球選手で、日本人選手で年も6億円の話とかあるけど、無理でしょ。本当にそれ手にしたら捕まるでしょ。横領祭で。だって、人口スタジアムだって、国民の税金で作ったスタジアムで、ヤクルトスワローズの球団法になってないでしょ。球団。球団で分けておかないと無理だから。 完全別会社で。返済なんか絶対できないじゃない。固定資産税と法人税が資本金がある程度あるんだから 23.、23.1%法人税で持っていかれるんだから、全体売上の。法人税だけでものすごい金額持っていかれて、固定資産税払うでしょ。 一位の時だけのを考えるからみんな頭おかしくなるんですよ。そんなむちゃくちゃな売り上,上げ上げてる時すごく稼いでる時のむ。